はい、それでは山本直樹選手です、昨年度は N クラスをチャンピオンとりまして、今年からスーパー GT そして、フォーミュラ日本にステップアップとなりました、まずはおめでとうございます。ありがとうございます。もうトップカテゴリー、まずはフォーミュラ日本なんですけども、車の方は慣れましたでしょうか？そうですね、まだ慣れてはいないですね。普通に、走るっていうこと、ドライブするっていうことはできてると思うんですけど、ただやっぱりレーシングドライバーである以上、トップを目指さないといけないんで、でトップを目指すっていうとまだそこまで達してないかなと思います。第一戦の鈴鹿っていうのはご自身振り返られていかがだったですか、最初のレースは？そうですね、本当に僕にとって、距離もそうですし、フォーミュラ日本でのレースももちろん初めてだったので、本当に未知数な部分がたくさんあったので、まずは結果ももちろん大切なんですけど、最後までちゃんと走り切る、で走り切って分かることっていうのがたくさんあると思うので、で開幕戦はとにかく最後まで走り切ることを目標に走ったんですけど、たくさん分かったこともありましたし、今回の茂木に向けて、得れるものがたくさんあったので、開幕戦としては結果はないでしたけど、それ以上のものは得れたかなと思います。スーパー GT の方では、いきなり開幕戦で、表彰台にも立ってられますし、フォーミュラ日本でもポイント獲得されたというところで、S3 時代に、学ばれたテクニックあるいはドライビングスキルという部分というのはトップカテゴリーではどうでしょうか？全く変わらないですね、操作面でいうと。当然パワーと車も違うので、それに対応したドライビングっていうのは必要だと思うんですけど、やっぱりベース基本っていうのは変わらないですね。でそれは僕は HFDP で田中監督と金井さんの元で2年間お世話になって、でそこで、車の扱い方操作の仕方っていうのは基礎をすごいきっちり学ばせてもらったので、それは今生かされているとか生かさせてもらっている。で GT の方では開幕戦から表彰台に上ることができたので、そこで学んだことは間違ってないっていうのは証明できたかなと思います。はい、まだまだシーズンこれから続きますけれども、フォーミュラ日本の方でも、表彰台そして優勝と期待しています。はい、頑張ってください。はい、頑張ります。